さん、こんにちは。淡井圭介です。皇室の方たちと、グレイの皆さんへのメッセージと、まあ、国会議員の方たちとか、まあ、気象予報士や気象庁の方たちなども含めて、まあ、あとは一般人の方たちも含めて、まあ、メッセージを送ろうかと思っています。まあ、途中でもう、我々入ると思うんですけども、ごめんなさいね、本当。もうコンピューター。だいぶ面白いこと言ってるから、一応、本日2024年、7月10日、15時14分、もうメジャーリーグの試合終わってます。今の時間帯だったら、水曜日はしないでしょ。さっき引き出し開けた時に、昨日ポテトチップスの件撮影して、動画で公開してるわけじゃないですか。巨人が早めの失点、5失点しなきゃなんない。巨人が5得点し、ちょっと本題から天気の話からちょっとずれてるんですけども、一応ね、ちゃんと、まあ、実際本当に悲しかったりとかしたんですよ。それでまあ雨降って、まあちゃんと曇りができてるんですよ。エネルギーの残存量問題で、エアコン、カードに電力を使用されないようにというような形で、まあまあ、部屋の気温 29.2 度ですね。まあ、好きなという曲について誤解がないように、先に、まあ、ちょっとね、書きづらかったんですよ、この間。この件まで書いてどうかなと。で、多分ね、昔、グレイの皆さんと話していたときに、その、菅野美穂という存在について、昔、同級生だったんですよ。小学校1年生の頃。で、2年生の頃から学校からいなくなっていて、3年生か4年生か、それぐらいの頃、ごめんなさい。こういう人たちも一応知っといてもらわなきゃならないで、多分昔も話伝えてきたと思うんですけど、26年も経過した。もう忘れるでしょ。三重県の鳥羽の方に学校の修学旅行行った時に、混ざり込んでいたって。小学校4年生か、3年生か4年生か5年生ぐらい。だと思うんですよ。で、その時に乗った列車でね、地方の方を通るわけじゃないですか。で、全部は全部、電車じゃないと。その頃はまだ汽車もあんまり珍しくなかったんですよ。トンネルに入った時に、みんな窓閉めとけよって学校の先生に教わってるんですけども、みんな汽車初めに乗っていたらわからないから。煙の汽車の。これも、まあ、社会勉強だとか何かそういうようなことをね、一応うまく先生が言ってまとめてるんですが、もう中でみんな煙で、もうゴーゴー言っちゃう。まあ、そこは まあ、学校帰ってから、まあ、修学旅行で泊まりだったんですけども、確か、学校戻ってからね、煙についてどう思うかとか、火事についてどう思うかとか。消防隊員中になんか入っていかへんか。あんなに煙が上がってた絶対中見えへんから。無理やから、そんなとこ。外から放水してるだけやから。まあまあ、その後、20歳ぐらいの頃に、菅野美穂はヌード写真集を出してるわけじゃないですか。菅野美穂お断りみたいな形、フルーツラパークでもそうなったんですよ。もうすごい紛れ込んできたから。この間電車の、そう、びっくりしたんですけど、四季なっていう曲は、菅野美穂帽子のため。無理だから、こちらも本当に。もうそこまでめちゃくちゃな金の稼ぎしようとした人間。絶対無理だから。その後やってるシーンとか、オークとかで流したんでしょ？僕直接見たことないか分かんないんですけども。それ、時間帯云々どうこうじゃなくて。ごめんなさい、もうちょっと笑いながら言いますけども。もう笑わん方も絶対僕もう激怒するから、本当に。いろんな人に対して。もうそろそろ限界の、実はもうこの間もその電車でね、缶ビール、朝日の、しかも朝日の、すんごい挑発行為。もう僕は
リュックサックにそのパソコンとかを入れてるわけじゃないですか、いつも移動するときに。それを置いて身軽になって、めんどくさいから、まず一人も先制攻撃ノックアウトさせといて、もうあと1対1になったら先に警察に状況言うといて、本当にそこまでしたろうかな。一瞬頭の中よぎったんですけども、もうやめとこうと。よく見たらややこしいんです。朝日の髪きれいに洗った、中身入ってない、こうやってこうブラブラさせながら、その前にあの引き出し開けた時、僕電波で何って言われたか、その話させてください。なかったはずだと思うんですよ、引き出しの中にうまい棒。僕なかったはずやのに、誰か入れたんちゃうかと。そしたら電波で男の子の子、うまい棒不法侵入。無理でしょ、こうスポーツ業界を笑わせてきた方が悪いっていうルールなかったら絶対無理でしょ。そんなに面白いこと言われて、笑うなっていうのは絶対無理だから、うまい棒不法侵入。判断めちゃくちゃ難しい。うまい棒軽いでしょ、でだいぶ前に確かに、まとめ買いのね、大人買いの方のあのうまい棒一応それでちょっと安くなってるんですけども、単価が転がりやすいじゃないですか基本的に。で引き出しの一番手前のところ、これぐらいの深さのある、まあ、引き出しなんですけど、覗き込まなかった、分かんない。警察に通報するにしても、そんな件で通報する、何回か言われてるんですよ。もう分かったから、分かったから、もうあの俺らもうまい動くのもどうかと思うねやんかいう意見と、まあ別の人でね、すごく大真面目に人は、いやその人何回も家違法侵入されてるからっていうことで、それはそれで調べた方がいいっていう意見の人と、人によって意見は僕の方はちょっとは数十秒は粘ったんです。うまい棒の持ち、笑うなって言おうかも。それと、シキナの件について、あんまりね、去年、皇居行ったわけじゃないですか。で、追い返されたわけじゃないですか。で、その前にね、なんかこう映像で、電波通して、左大臣の声です。目の涙。わかん、請求かけたからかな。結婚を阻害する方なのか、なんか、左大臣っぽい声と僕の声の中間の声で聞かされたでしょ、カッコさん。それがいつ聞かされたのかわかんないんですよ。カッコさんも、動画自体がちゃんと日付を売ってないから。今までの分、ギリシャの件とかまとめて動画アップロードしてるから、わかんないんですよ。で、カッコ様の、僕はね、まるで、カコ様に捨てられたっていうのを、左大臣マジの声、わかんない、左大臣って本当誰のことなんです、個人名詞、昔君のことだとか、ウハとサハがあって、改革派ならサハだっていうこと、
保守派がその右派で、だから保守層っていうのが、だからもうこれストレートに言うと、今まで悪いことをしてきた国会議員の人たち。それを理由をつけてずっとそれが間違いでしたっていうことを正直に述べないんで、自分を守って。保守層。この際だから面白い話、野球の話言ってしまいますね。もう我慢の結果、野球のね、日本語の各守備陣形、あの感じの表記見てどう思います？一塁手のこと、一塁感じ手でしょ。多分まあ、もともとはね、真面目な方向からの話で言うと、多分ああいうふうにボールを全力で投げた時に、コントロールよくね、毎回毎回ファーストにちゃんと送球できたりとか、まあ、バウンドしたボールを手でうまく拾い上げて、ちゃんと捕球できたりとか、まあ、守備自体はそうですけども、相手の打球、速い打球とかを、難しい打球とかをしっかりとイレギュラー、たまにイレギュラーしながらでも、それまでしっかり取ってしまうのは、プロの世界じゃないですか。あまり要求しすぎても、イレギュラーのしか、地面の高さこれぐらいだとしますよ。ゴロのね、飛んできた高さがこれぐらいなんですよ。で、地面に当たったとき、こんな角度で、セカンドの、あ、それで頭の声越えられたし、僕見ましたから。さすがにその時は、改札席も全員同意。今のは仕方がないと思います。あんな目の前で、ボールの方向が、取れる人なんか絶対ない。それは無理。それはもう物理的法則で。それを、いるとしたら、最初から次のバウンドで多分イレギュラーしてくるか。神がかり的な力こ。あの人の世界だったら、そう仕掛けてくる可能性があると。それを再現してくる可能性があると。な、これね、絶対しちゃダメなんです。この野球の教わり方。ゴロを取るときは、絶対こう、グローブでね、こう、ゴロをこう取りながら、右手で上からこう被せるように、こう補給した瞬間。これをすれば、絶対グローブからボールはこぼれないんです。で、失敗してるときって、土手、この辺のところにボール補給したときに、当たってるんですよ。ここに当たっちゃうと、もう抵抗しても、わかります？グローブの、これ、グローブの方が大きいから。どっか行っちゃうでしょ。で、両手使ってるから、もう、止めようないでしょ。ね、一塁手の話とかにしますよ。キャッチャーは捕手でしょ？漢字完全に捕まえるでしょ。警察官とか元警察官、何人混ざっていました。行政がね、勝手に誘致して、スタジオも建設して、エネルギーの残存量もないから。で、警察官、エネルギーの残存量もあんのに、公務員試験で、そういうの込みで試験作ってたはずなのに、農業のね、生産量とかそういうもの、なのに全部包括。公務員試験。人口から朝鮮半島と台湾と満州国、全部だったのって、2050年に人口7000万人台とかになるって、あの範囲全ての合計人口でそうなるっていうことをって、みんな驚くから。元大臣経験者と知事経験者、大臣と同格の人って、知事と、あとはいろんな会社の社長さんの集まりの会長さんぐらいなんですよ。それぐらい本当は大臣って偉い立場。ルール法律入った。今までしてきたこと、税金の使い込み、完全に横領事件。気づく人は気づく。だから、
昔の顔合わせでね、ちょっとだけあの話したのが、今のあの、世耕さんなんですけども、あの人もともと NTT の人なんですよ。だから NTT のあの、課長以上の立場の頃に、僕とフルーツラーパークで1998年ぐらいの頃に、ちょっとだけ話してるんですよ。いや、だからデモと税金じゃないですかね。NTT 電電公社で、NHK? いや、NTT ですね、世耕さんは。もともと NTT の方が電波の主導権を握っていて、それから NHK、電話の方が先ですから、それからテレビのはずですから、順序、情報量の多さで。あの、ショートのことをね、野球の話。遊撃手って、朝も聞きて。試合の時間中とか仮にインターゲームをインターネットゲームとかをしながらこれテレビを家庭用のテレビテレビの画面ゲームしてたらゲームしか映らないからインターネットゲームこれはあのファーストだろうがサードだろうがこうエラーとかしたりするわけじゃないですか。僕、こう、油断したりした場合ね、去年の阪神タイガース言いますと、してないですよ。試合中に、あの、ゲームなんか一切してないですよ。だけども、それだけじゃないんです。その日一日、あの、何があったとかで、ちょっとした失敗まで付け込んできて、阪神タイガースの選手。エラーさせられていたんですよ。ただ、選手がすごい睡眠不足だったら、もうある意味それはしょうがない部分あると思いますよ。とんでもない睡眠不足何日も連続で。ちょ、ほんともう試合で終わりってっていうことで、周りの人間が止めた方がいいです、本当に。だから、ショートに関して、遊撃手ってどういう意味なんですかって。それはそれで僕のケースに当てはめて言うと、休憩時間なかったら、一月の労働時間これ400時間突破します。休日らしい休日が見当たらなくなる。究極の法律自己規制の呪文みたいな形ボランティアの法律使うしか月曜日メジャーリーグは月曜日試合するじゃないですか日本の日付で向こうも月曜日なんですよその休みの日はねメジャーリーグも月曜日が休みなんですけども向こうにとっては日曜日の書き入れ時なんです売り上げ。ちょ、ごめんなさい。一回、あの、公務員の人とか、公室の人たちに、あの、安定したお給料がもらえる立場の人たちに、こんなこと笑って話していたら、僕の方が民間の人も、まあまあまあ、僕の話全部聞けば、誰も文句なんか言えなくなるんですけども、あんなに厳しい状況の。精神的プレッシャーからないかな。これね、もう、僕もこの空いてる時間にこれ撮影するかどうか迷ったんですよ。これで、気が晴れたとかで。ちょっとやっぱり明るくなってるでしょ。あ、一応雨降ってよかった。冷却効果はある。よかったよかった。ちゃんと天を味方してくれてね、今の映像だったらちょっとわかりませんかね。わかりますよね。あの、ちょうど車通ったがわかりますよね。あの、音。さっき、ちょうどたく、あの、あ、ほらほら、ちゃんと雨降ってます。さっきよりちょっと明るくなってる。はぁ、あ。わかります?この、面白い話。もうこれね、話はね、もうあの、じゃんけんみたいなものなんですよ、結局。あの、本当に、精神的にもういっぱいいっぱいになってる人とかは、もういいから、もう遊んだらいいからっていうことで、あの、なんか楽しいことを覚えてないって、面白い話だったら知ってるけどっていうことでね、その、面白い動画とか、まあ見てもらったりとかして、もちろん無料じゃないとダメです、そこで。有料のもの。テータささ。あとからそこで人間関係とかでもつながりあった。お前
前はお前俺にお金払わせたら最初は冗談とかでね、あの笑いながら言ったりとかするんですけども、だんだんそれが不信感に変わったりしますか友達同士でその頂点は昔僕は二十歳ぐらいの頃、僕も3回ぐらい勧誘されたんですけども、ネットワークビジネスっていういわゆるネズミ講っていうやつですね、ニュースキャンペーンああ、もうそれを思い出したらちょっとね、僕は買い込みませんでしたよ、本当に。ただフォーバルというもともとがちゃんとした会社がね始めた通信事業のところなんかすごそうに聞こえて、インターネット機能付きの電話機をかまず引っかかっちゃった方なんですけど、最初から送られてきた時点で黒色の時点でそれ送り返したらええわとかちゃんと法律分かってる人間じゃなかったらそんなことできないから、これ郵送料余計取られて帰ってきたらどうしようとかあるから最初心の中でみんなそう思いますからね、もう一回ちょっと真面目な話に戻しますと、真面目な話なのか笑い話なのかもう分かんないですけど、保守を捕まえるでしょう、みんなを削るなんか今日ちょっと読売ジャイアンツの人へのメッセージもそれも見たら見たでね、僕の言い分分かってもらえると思うんですけども、元軍でしょそれ対戦チームプラス捕まえたりとかでしょ、怖かったんじゃないですか、軍の人たちに対して勝ったらやばいんちゃうとかね、第二次世界大戦の後絶対ジャイアンツが勝ったらダメだったんですよ、それとも他の都道府県のチーム軍の人混ざってましたそれ本当は勘だから ですよね、その時代の頃のことはっきり分かる人います？自衛官はちゃんと自衛官って官がついてるから役人で公務員の人だなっていうのは分かるんですけども、公務員って公に勤めると書いて公務員ですよ、名前とか絶対隠したらダメですからね、個人情報を一法律だけで裁判勝てるわけないでしょ他の法律忘れてそんなことするから常識の話があって、法律の中でね常識があんまりにもひどくなくない、なくなっていったら精神病院とかの話があったんでしょだからもう それも裁判官とかもういろんなところでいろんな人の関わり合いとかみんないろいろ職業転々としてるから、もう行政という人が精神病院送りにする判断を下しちゃダメなのと、あとはもう今までのことがはっきり分かったんだから、医者は誰か連れてこられたとしても、いやそれぐらい世間上ありますからと、お父さんお母さん落ち着いてくださいと、ちょっと彼もいろいろあるからと、何か楽しいもの見つけたらいいからと、まあここ近年で言うと、キングコングとゴジラですかね、そこに日米友好関係の話とか、僕は今まで積み上げてきた頑張ったそのね黒人初の大統領オバマさんの誕生の話だとか、ちょっとねどうしようね、結構これもう今窓と閉めてるから、一応向こうのドア開けてるんですけど、もう蒸し風呂状態で、あまだちゃんと雨降ってますけど、もう空のもう無理。
窓開けんかったのに、これね撮影してたらね、やっぱりこうここ電車通るから もうちょっとどうします、次休憩時間にその謎のうまい棒、賞味期限一応9月までなので忘れないうちに食べてみますね、2024年かどうか確認してから、うん、まあ、昨日のポテトチップスの件に関しても絶対僕の言い分の方が正しいでしょう、エネルギーの残存量問題込みだとそれで今まで買ってきた、僕は買った時というよりもそれで買ってきた分を特典とか、買ってきた分を全部リターンしなきゃならない、特に余裕にしちゃいけない一番稼いできたにところがもう一番悪いっていうことがはっきりしてるんですから、この世の中の仕組み、あ、もう余裕にしちゃいやんつ全責任を100勝とか200勝じゃないでしょ今まで1985年からの換算でも原監督の声でさっき終わったっていうでもそこまで話詰めたのがその2001年ぐらいまでに話が詰めていて、多分1998年9年とかの頃にフルーツラパークでそこまで話詰めて、うん、それで2002年最初首位 5月ぐらいまで阪神タイガース、5月6月ぐらいまで阪神タイガースは首位じゃありませんでしたっけ、他のチームでしたっけ、 11.5 ゲーム差つけてたんですよでその話忘れたからといって急に追い上げてきていつの間にか優勝持っていかれまして、その時長嶋茂さんで、この間ね枚方大橋撮影行った時に前の方から自転車乗って現れてこうしてるんですよ、顔がね長嶋茂雄さんにそっくりなった、嘘って、え、生きてたんですかって、自転車乗って元気にしてますその後ね嵐山行った時の渡月橋のところですれ違った人がまだあまり言いたくないんですけども、絶対この世から永遠になくしといてほしいんですけど、競輪場の競輪選手みたいな服装をしてる、またねその競輪選手用のああいう風な自転車でこぎながら前へ通り過ぎていったの竹中平蔵元経済産業省の大臣の、もう分かんない、僕も昔大蔵省だった頃のことを覚えてますから2002年の頃サンパレス六甲に竹中平蔵さんが会いに来ていろいろ話したのは覚えてるんですけども、仕事の絶対数とかその本当の人口の話とかもある程度してたと思うんですけども、竹中平蔵さん自転車こぎながらごめんって言ったのかすまんって言ったのか分かんないんですけどそんな時ブレーキかけてる裁判官も絶対原告の被告うんぬんの話でその人と関わっちゃダメだっていう部分を利用して僕の動画を見ることから逃げたりするのはこれはなしにしましょう、これはもう本当もうこれ天皇陛下から指示出してください、最高裁判所の所長を任命するのは天皇陛下なんですか法律で、で、裁判所のその最高裁判所の所長が、各裁判官、最高裁判所の裁判官から高等裁判所の裁判官と各裁判官や各裁判所の所長全員に伝える、で、各裁判官所長が全員の勤務者に伝える、これですよ知ってますから、
労働基準局の人差し押さえの係とか行ったり来たり勤務してる。僕を見てもすぐ分かったんですよ。コロナウイルス上げてから今年まあ会員裁判所に書類提出しに行ったりしたわけじゃないですか。まあ最近あの書類送られてるんですけども、書類送検じゃないですよ、勝手にまたあの水面下で勝手に裁判されて何がどうなったのか分かんないまま物事進められたら困りますが、絶対僕の民事の方で進めなきゃならないんですけども、ちょっと待ってくださいね、今台本取られてるんで、あとシルビーも来てるんで、あ、頭回んないですちょっと言葉が続けない。じゃあ何を言おうとしたかもう一瞬で記憶奪われてるんですよ本当に。じゃあもう今もうそれ言われたどうぞ困る連中いいですか、次言います。国連事務総長が前理事に指令を出してこれぞ本当に民主主義世界は法律でまとまってるから何主義でも同じ、民主主義じゃなかったとしても一党独裁だろうが何だろうが全部同じです。ハーグの国際司法裁判所もスポーツ国際司法裁判所もこれ以上ヤンキースとかまあまあ東京読売ジャイアンツとかの応募はもう許せない。もうこの話だんだん分かってきたでしょ、勝ちすぎたところレアルマドリーだと全部飛びするから対岸の火事ではないって、中国は北京オリンピック開いたと言ってたでしょ、日本に向けてのメッセージで、これは日本も対岸の火事ではないって。いやその後こう言えばいいか、こういうふうにしながら笑わないで真面目な声で、日本忘れてるって1960年ぐらいにオリンピック開かされとって作らされたりするだけ第二次世界大戦の連中って政府上層も全然意味分かってなかったって、第二次世界大戦絶対アホ大学行ったやつの大卒の人間がね、アナウンサー見たら大卒の人間しかなってないでしょ。もうここで方向性変えなきゃなんない、高卒でこんなにすごいやつがいるってこんなにすごい人がいるって東大伝説テレビ局は勝手にするそれ見てしまった、あとは自動で思い込みで広めていく宣教師と同じ、じゃあお前本当間違った情報広めんなよだから織田信長さんの判断は正しかったんですよ。いや無理だから、その人の言ってることが本当かと、あんな遠い国まで調べるのなんか、その人の国の言語まで覚えなきゃならないし、周りの近隣の国の人も言語違うって言ってるんでしょってそんなの無理に決まってるじゃんそんなこと全部仮にマスターしたとして、覚えたとして、その国で人生終わってる。行方不明者増えるだけやから、もう無理やからって、もう踏み絵でええからって、絵踏むぐらいできるやろ僕の話聞いたら学校の教科書とのイメージ全然違うでしょ。自分が大名になった時にね、将軍になった時にね、その国まとめないとならない立場になった時にね、ちょっとやそっとしたことでね、説得なんかさせるわけないでしょ、打ち込みすいません、食料
食って分かりました、私たちでしたって畑耕すと農民の人たちに平山に本当の参勤交代、農民の人たちとかが畑姿で答え合わせているときにこう横通りながら、信じてもらえるかどうか分からへんけども、何々領の何々という大名だけども、みんな畑耕してくれてありがとうございますペコそうしとけば絶対戦なんかならないから、一向一揆とかわかるでしょ、うまい統治の仕方で、まあ、ああいう人が治めてるんやったら、それはもうわしらもそんなに文句言わないで、あの畑仕事を頑張りますわと、ちゃんとたくさん取れた時はちゃんと年貢ちゃんと納めますからと、まず我々の食い縁ちゃんと手元置かせてくださいねと、こうなってくるんですよ。そしたら自分で気がつくからあかんわ、やっぱり こんな字ばっか書いとったらあかんわ、わしらも畑耕しに行こう、10メートルかける10メートルぐらい幸運気見たらばっか、そんなに深く追ってない、あれだ10センチぐらいしか追ってない、だってタイヤ動いてるからそんなもんでしょ、タイヤ動いた後に、それともあれなんか上から押さえつけるような形で力働かせて深く掘ろうとしてます、そんな幸運気見たことないですよ。タイヤの後回転してるけどもあれ、タイヤの高さと一番下の刃の高さのところ10センチぐらいでしょさ10センチぐらいの深さなんか、そのもともとの重みでほとんどあとちょっと自分の体重を預けるぐらいで1時間あったら耕するじゃん、朝のちょっとした準備運動ぐらいにしかならないですよ。もう話これぐらいにしておきますね。とりあえず四季名の件について、あの秋の頃にねごめんなさいね、その天皇家の人たちからしたら、あの三重県の方に大きな宮家があってあれです愛子様ってもうごめんなさい、もう僕ギリギリ今ギリギリいっぱいでさま付けで呼んでるちゃんと許可得てるんです、別に愛子ちゃんでもいいからとか天皇陛下か普通はそうだから、はあ、でその許可ね、こうけど加古様の顔愛子様マジで工芸品店突っ込もうかな、どうかな、いややっぱり真面目にしとかなんか、そんな変装して言いたくなったんです言いたくなったんですけど、いやもうねもうちょっと自分の体から出すことをちょっと外すでも何でもいいですから、ちょっと出すことを覚えましょう。本人入ってたら、じゃあ本人じゃない人間が入ってたら、まあ、違う人間、愛子様の話してる、愛子様のことを本人っていうことを表現して入られても困るから考え方とかやっぱり影響出てるようにしか傾向見られないですから、まあ四季名の件についてだから観音を見ようプラス愛子さん、これでもう顔融合されない、ドラゴンボールフューチャー、アホなポーズばっかりしてるってみんな思うでしょ、正直なこと
あんなものよくも海外で流行ったな。途中まで真面目に戦ってた頃ぐらいはまだその真面目な部分で戦ってるところをなんとか気づかれないようにしていただけ。武力鎮圧したらあかん。これ僕は小学校の時に結論出てるんですよ、学校内で。で、その内容に沿ってストーリー作られてるから、最後元気玉で終わらせたんですよ。みんなで集まった元気。相手にぶつけ。フリーザ生き残ってたでしょ。コンピューター混じり機械化されて。まさかここで自分を回復させてくると。フリーザは改心したけど、コンピューターの世界と関わってフェイク多いから。サイヤ人の方が方向性、サイヤ人に攻めさせておいて、元は野菜人、一文字変えるとか。ごめんなさい、もうちょっと一回鼻かんできます。動画つなげるのに電気代かかるか。鼻水が出るかどうかは体温だけじゃないんです。さっき蒸し風呂状態になってたの分かったでしょ。温度計じゃ表せないんですよ、その暑さって。服の中とかにこの暑い空気が溜まり込んでるんです。窓開けなかったらもうこの時期無理です、撮影本当に。僕笑ってましたけども、電車何回通りましたっけ。全然本人気づいてないんですよ。15分に1本なんですけども、片1本の路線が。だから1時間ぐらい話していたら、まあ今42分ですから、まあ4本ぐらいは絶対走ってるはずなんですよ。電車の音しましたっけ。もう何笑ってるかもう全然もう聞こえてないんですよ。というわけで、四季菜の件については愛子様と、いや、ちょっと、このもん、それ僕迷ったんです。あかん、こんなこと書いたらあかんわって。愛子様に対しての恋愛感情は一切持ったことありません。まあ四季菜という曲についてね、佳子様がなんか私が捨てたことにしますと返ってくる。その瞬間困った顔になってるんですけども、すぐに走り去って逃げて逃げたあかんけ。あなた本当に淡井圭介さんですかって、ちゃんと自分からの答えですかって聞かないと。本当に裁判官もこれぐらいの議論持ってなかったら騙されますか。うつむいてこう書いてる時に原告の人とか被告人の声で聞こえてくる時あるかもしれない。本当に今こうこうこういうふうに言いましたって。で、これはここから先が重要なんですけども、コンピューターが電波で頭の中にその内容流し込んできますから。中継地点スポーツの場所。何回も今まで YouTube で言ってきた。ちゃんとその試合結果とかその状況とか見たらもう分かりますから。あ、青江さんの言ってる通りやんって。まあ、僕の地元の方でね、サンテレビジョンってあるんですよ。まあ、京都とか、まあ、ある一定の地域で流れてるんですけども、まあまあ、阪神タイガースもエリアのところ。リレー中継があったはずだとかの話でね、それ言ったら今度、頭の中のリレーとか。もうそれあってもなかったも同じかもしれんかも。とにかくリレー中継して
通報で伝えなあかんときはあかんと思うて、これスピードが結局重要だっていうことにもなってきますし、あとねもう一つちょっと今回面白い話のだからグレイのね皆さんの方の真夏の扉っていう曲があるんですけども、それインディーズの頃に作った曲の方がいいってメジャーデビューしてからスピードなんとかって書かれていて、そのアルバムの中にね編曲したものを入れてるんですけど、インディーズの頃に作った時の音の方がいいんですよ。でジャケットっていわゆる呼ばれているあの表紙の部分のところ、歌詞とか書いてる歌詞カードのそこを見ると、女性がねこう同じ人物がこう三段になってこう表現されてるんですよ。まるで幽霊を表現するかのように、その ラリーレースのことなのか何なのか、それと体の中に入ってくる方なのかな、スピードっていう段あのジャケット意味わかんない、その当時も言った思うんです、それ全国ネットで放送されてねえって、面白いがあるおかしいとか入ったら絶対曲が一流じゃなくなってるでしょ曲聴き比べたら分かるから、歌詞とか題名とか絵とか見て全部これ適合性真面目方向で作ってるかどうか全部一致してるところはちゃんとした曲で、出してきます。あれ分かってて作ってんから意図で変な曲とか音、あこれ絶対原曲の方がええやろと、この誰それが誰それさんがね何々さんの曲を歌ってみましたとかひどいボーカルとしてもダメ、今日こんな曲の作り方じゃもうこれもダメ、もうインディーズの頃のグレイの皆さんの真夏の扉ちょっと一回聞きなさいってプロデビューする前からそのレベルだからって、使ってるちゃ使ってる音源がね一般的に自分たちでちょっとした値段とか中古でも買える、中古でも買えるような楽器とかで作れたんだから、そんなに難しいことしない、だけどもあれだけの素晴らしい曲作ってる、プロデビューしてからインディーズの頃の真夏の扉以下の曲発生する確率 50% 以上です。わかりますよこれ なぜそうなるのか、締め切りに追われるんですよ。1年間に3曲は出さなきゃならなかった昔の状況で言うと、今はどうか知りませんよ。で1曲に A 面 B 面で2曲は絶対作らなきゃならなかったんですよ。っていうことは1年間で絶対6曲は作りなさいっていう、そのレコード会社のね商売根性のこの下手な商売根性、うまいか下手かで言うと下手なんですよ。クオリティ高い作品を、1年に1回の発売でもいいから出し入ればそこのバンドはうまくいくんですよ。クオリティの低い作品を CD で買わされたお客さんはお金が払ってしまったっていう、こんな曲だったとは思わんかった、このレベルだとはってありますから、あの消費者権利で次買う時もどうしようかなって考えるんですよ本当に。で、片や何年かに1回アルバムを出さなきゃならないって、アルバムの中にはアルバムが売れるようにするためにシングルもしくはシングルを超えるようなシングルとして売ってない曲を入れなきゃならないっていう諸事情があったんですよ。永遠と終わらない会議、いや今このタイミングでアルバム出すべきだっていうメンバーの意見と、片やこのメンバー、いや今はまた違う よそがいついつどこそこのバンドさんがこれを出すらしい、あれを出すらしいとか、デビューさせすぎほとんどあの人と関わってる人たちばっかり、あの人もお手上げで僕にその情報が届いた時もう分かりました分かりましたって、もう僕まだ二十歳ぐらいですからって、もう頭下げやすい立場ですから、もうしっかりとちゃんと海外の皆さんに SOS 発信し、阪神・淡路大震災の被災者としてちゃんとクオリティで選んでますって、ちゃんとクオリティで選んでます、あともこういう諸事情なのでちょっと聞いてもらえませんかと、でこれは 50%
クオリティ高いなと。自分の国でもちょっとあいつらちょっとマーケティングだけで金稼ぎしてるけども、クオリティ的にちょっとなんか仕事もふざけてるし、なんかエロ業界の人間混ざってるし、ちょっと追い出すためにもちょっとちゃんと日本の誰それっていうミュージシャンがグループが作った曲として、あ、ちゃんと放送するわって。で、淡井さん、その人たち、エロ業界と積んでない、組んでないって、お金稼ぎ一緒にしてないって言ってきてるって、自分たちで調べてって、淡井さんにさっき調べられたら負けやから。世界中のマスコミが、通報の山あるね。大丈夫、今夏だから日本の規模大丈夫、日本ない、日本の今の国境の範囲だ、範囲ない。今まあひょうとかあられはないですよ、どう考えんの。基本的にそれはさすがに今ラルクアンシェルの元ラルクアンシェルじゃない、ラルクアンシェルのドラムをしていた僕と同級生、おぐる雪の沖縄で増やせる。4月か5月ぐらいに米軍基地を見に行った時の話もう思い出してください、ね、全身大やけど海って皮膚めくれ始め、湯かけられた時かけ返しました。僕もギャー言いました、友達に湯かけられた時。いや、もうそこも思いっきり、ね、浴びせた。以上です。もう51分で終わらせときますね。一郎さんと同じ、51番、背番号51、51本以上です。